のえはらきチャンネルはみんなで東京デリシャスミュージアムに行ってきました。日本中の美味しいものが集まる祭りで天気も美味しい最高でした。それではえはらきチャンネル始まります。さあ、みゆさん、はい、本日は東京デリシャスミュージアムという食の祭典、最高、もうね、コバとみゆのために作られたみたいなそういうイベントですね。うん、江原家がバクバク食べるためだけに作られたイベントじゃないかという、そのためだと思うんですね。それ疑惑がありますけども、それちょっと天気めちゃくちゃいい中でですね、かき氷食べたいと思います。ああ、いいですね、かき氷いっぱいありますね。ティラミスかき氷やったら当たりですね。さあ行きましょう。イエス、あれが食の博覧会やれ、ビール飲ませんかい食べさせんかい。聞いてますよこれ、東京デリシャスミュージアム。はい、ここで皆さん問題です、はい、デリシャスとは、おいしい、おミュージアムとは、おいしい舞台、あ、舞台惜しい。それステージですね。あ、ステージか。ミュージアム。曲。ミュージアムは曲。違います。ソングです、それ。ソングです。ミュージアムって何でしょう。わかりません。いや、かわいい。あ、ミュージックと間違えたんが曲。うん、うわぁ、ちょっとうまそうなとこが満載。すごくいっぱい点とかある。やばい。やばいやばい。食べ過ぎちゃったかもしれない。食べ過ぎちゃって、ごめんなさい。あ、あっちもあるな。あ、いろいろくっ、よし、来ました、東京デリシャスミュージアム。うわ、めっちゃ美味しそう。え、これがいいね。これかき氷食べる、これ雪うさぎもあったで。おだ、雪うさぎがいい。雪うさぎもすごい美味しそうやな。とちおとめいちご、美味しそう。いちごのショートケーキ、あかんのやつね。やっぱかき氷人気だね。じゃあ、あっち見に行こうか。ジェラートいいね。これってデジャロ。ジェラート。デジャオって何？ジェラート。ジェラート。清見オレンジとマンゴー。トマトとイチゴ。すごいな、トマトとイチゴって。多分オレンジとマンゴーはな、間違いないでしょ。トマトとイチゴは気になるな。はい。酸味と甘みの。見せて。それは甘そうやな、しっかり。美味しい。さっぱり。うん。美味しい。トマトの味する、トマト。トマトのなんか味は少し酸味がある。うん、あ、それぐらい？皮が入ってる。すげえ。どっちの方が強い？イチゴの方が強い？トマトって感じじゃない。あ、そう。うん、さっぱりしたイチゴって感じ。へえ。トマトのえぐみ的なのはないから。ああ、トマトって言われたらやな、こういうイチゴの種類ですって言われたら納得する感じ。そうそうそう、うん、みかんマンゴー。何、おいしい、おいしい、これはおいしいな。甘い。あ、みかんのちょっと苦みもちゃんとくる。もうこれ食べた時点でもう当たりが確定しましたね。あたかくです。あ、それも美味しそう。焼肉の後に食いたいな。ラストで。ユズのシャーベット出てくるやつ。シンプル肉巻き卵。そうやっぱりそれでもトロ玉たっぱっかんしていただかないと、それもね。うわー、トロトロトロのこれ。どうですか、どうですか。やばい。どんな味、どんな味。甘辛ダレにお肉と卵をつけたみたいな。ご飯進む系の、うん、お肉と卵がめっちゃ、うん、こういうのが食博っぽいね、うん、食の博覧会ですから。ダイヤダイヤ、生中やないで、ダイヤ。
本当にいろんなお店。ここ多国籍だな。タコライス、ここはメキシコ、フレンチ、イタリアン、ここはアルゼンチン料理やって、チョリパン、チョリソーのホットドッグとか、エンパナーダっていうね、チャンカパーナみたいなのあります。なんかこれ辛いの、辛そうな。バンバンジーレーメン。あと天津、なるほどね。天ぷら並んでるな。お肉料理、あ、完売したって。あらあら、もう結構完売してるね、すごい。ここは何でしょうか。あ、これはパパのつまみにいいんじゃない。ポーク熟成バラ塩麹焼き、ミニバラ塩丼。辛いよ。辛いやつけへんかったら辛くない。つけてるから 味しっかりついてんじゃない。美味しいですか。そう、なんか塩麹、豚バラを塩麹つけて焼いたみたいな。いいね、なんかこういう食の祭典好きだわ。好き、うん。出店とかないから、うん、パパとママは本当に食べるために来てます。楽しいね。ふーちゃんも食べるの好きやもんな。大好き。ミルクジェラートとかさ、いちごジェラートとか和風のジェラートある。美味しそうやな。何があるか見てくる、うん、あー64個売り切れ。美味しいだー。美味しいだー。美味しいだよ。噛んだ。え、なー噛むなんて。あれ、トワタンタイムですね。トワタンもご飯食べたいって、うん、楽しんでる。ウタ君は寝ました、完全に。やっと来た。来た。1時間半ぐらい待ったよ。すごいよ。どうぞ。あ、上にパチパチが乗ってる。そうの。どうぞ。パチパチパニックよ。クジラ、クジラかき氷。いただきます。またフライって。あれ、ほんまや、パチパチ聞こえる。ちょっと聞かせて。パチパチ聞こえる。え、おいしい。おいしい。なんかここの周りのソースがおいしい。何味なのそれって。バタフライピー味。全然わかる。なんかラムネの味する。あ、そう。黒蜜きな粉。あー、並んだ黒蜜きな粉やってきました。はい、ミニサイ。うん、中にあんこ入ってるらしい。あら、どうでしょう。待って、餅みたい。入ってる入ってる、すごい。そんなにテンション上がる。そんなテンション上がるやつ。いいね。何にすればよかった。あ、おいしい。ほうじ茶がさ、後からグワッとくるね。一口あげて、ママに。ちょっとパパはかき氷ソムリエを目指してますんで。みんなほうじ茶にハマってる。ほうじ茶美味しいわ、やっぱ。あ、これさ、あんこがそこまで甘くない。ちょっとそれな、中なんなん。本当はレモンアイスなんだけど、うん、あの、売り切れってことで、あ、中身イチゴにしてもらう。あら、いいやいいや、ちょうだい。マジ美味しい。楽しそう、2人。地球組から。地球組。ほんまや。え、なんか地球組の味する。ほんまかい。適当やろ。え、なんか味すぎる。でも味するやん。さっぱりしてる。だからこのいちごをやっぱりつけないと。外側やったら全然甘くないよね。絶対食べたい。食べたい。怒るじゃん。嫌な。そんなんじゃないね。みんなと同じの食べたいな。スプーンであげてみよう。スプーンやったら食べた。みんながこうしてるから。こうしてるから。なんかこれ氷の色ついてる。
氷の色ついてる。いや、氷しようだったよ。適当に喋ってるやん。全然会えへん。いや、全然会えへんわ。はい、ということで今回は東京デリシャスミュージアムにやってきましたけども、はい、あ、なんか久しぶりになんかコロナ禍入ってからなかったこの外で昼に飲むっていうのね、楽しかったな。こういうの行きたいね、ちょいちょい、はい、今日はたまたまちーちゃんが、たまたまっていうかちーちゃんこういうの見つけるのめっちゃうまいから教えてくれたから来れたけどね。まあ、こういうのあったらまた行きましょうか、みんなで、うん、はい、もう美味しいもの大好きなので、はい、はい、いろんなまた情報あったら皆さん教えてください。お願いします。ということでチャンネル登録とグッドボタンぜひともよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということでまた見てね、バイバーイ。ありがとうございました。どうぞ。